いっぱいハート、たっくんハートありがとう、かけちゃんだるまありがとう、めっちゃくれるやんだるまいっぱい、あなた、やっほー皆さん、今日はライブでしたよ、今日は渋谷でライブでした、ありがとうございました。なんかいろいろしてたらこんな遅い時間に帰ることになってしまって、お家にさっき着きました。私は本当に急いで帰ったのにこんな時間になってしまった。電車で爆睡したわ。こんばんは。昨日はもうね、昨日だけ配信したの。昨日はもうとんでもない配信をねしてしまったので、今日はそんな配信はしないように気をつけて配信をこれからもしていきたいと思います。めっちゃくれるやん、だるま。だるまありがとう、たっくん。やっほー。みんなワンマンのチケットは買いましたか ?23 日の。ちょっと本当に、本当に来てほしいので、皆さん、来てください。お願いします。23日。絶対来て、本当に来てください、本当にお願いします、心の底から皆さん。やっぱりワンマンライブを成功させるにはいろんな人に来てもらって、みんなに応援をしてもらってライブをしないとね、いけないんですよ、そういう。え、本当に来てほしいんですよ、これ。どうしたら来てくれますか?絶対演歌のファンの人、来てくれる人少ないと思うんだけど。どうしたらみんな来てくれますか?本当に来てほしいです。何でもします。何でもしますから来てください。本当にお願いします。とてもとてもとても楽しいので、お願いします。交通費か、いやマジ交通費出すから来てほしい。本当に来てほしい、お願いします。皆さん、いや本当に数が大事なんですよ。え、本当に絶対全然いいかのファンの人来てくれないと思うんだけど、どこであるのか詳細知らない。23日大手町三井ホールという場所で一膳のワンマンライブがあります。23日です、祝日です、火曜日なんですけど、あ、火曜日か、平日じゃ無理って思うかもしれないですけど、この日は祝日です。来てください、お願いします、何でもします。ってくらい来てほしいライブなので、皆さん迷っている方がいるか分かりませんけれども、いたら本当に来てください。ちょっと本当にいいかは落ち込んでしまう人がいないと、人生頑張れないです。初見さんはじめまして、ありがとうございます。いけなくてごめんね。え、どうしてもいけない、本当にどうしてもいけないですか、
一人一人ターゲットにしていくとちょっとあれだな。いやけど本当にいけないという方も来てほしいなという気持ちでいっぱいです。まあ難しいと思うんですけど、難しいと思うんですけど、来ることで一善がより大きくなるということの第一歩にあなたは手を貸しているんですよ。これがどれだけ重大なことなのかあなたはまだ知らない。これから一善はもっともっと大きくなっていくんですよ。みんなその瞬間を見れないなんてそんなもったいないことはしちゃダメでしょ。てかもっと早い時間に本当は配信したいんだよな。すいませんね、こんな夜から宣伝ばっかして。ちょっともうちょい、あ、もう縦画面になりました。はー、やめます。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。ねえ皆さん、本当に大手、大手だって大手町三井ホールにぜひ来てください。本当によろしくお願いします。いやーちょっとね、もう少し人が見ている間にやりたいな。みんな何時が見やすいとかありますか、ショールーム。でもこの時間ってなんかみんなさ、よし寝るぞって思って携帯いじってるから見てくれるはずなんだけど、もう問題じゃない。皆さんに聞きたいことがあります。何時が見やすいですか。一番ちょっと本当に生きてほしいということをね言いたい、みんなに。10時くらい、いやもうちょい早い時間の方がいいよね。いやけど本当に聞いてほしい。今日は本当に急いで帰ってきたんですよ、演歌。てか怖い、この角度さ、ほら足見えてたじゃん。知らなかったよ。もうやだよ、怖いよ。縦画面やめてほしいよ。私がさパンツ履いてなかったらどうしてくれんの、本当に。9時くらい、まあ12時過ぎちゃったらちょっと無理だよね。そうだな、9時ぐらいにでき、明日でもね、ちょっと明日は時間に余裕があるので、ちょっと、どうしようかな、明日カラオケ配信とかしようかな、人を来てもらうために。ちょっとね、本当にね、ワンマンライブ来てほしいんですよね。私ね、みんな時間的に調節するならね、本当もう1週間切ってるから、今ぐらいに本当に、いろいろなんていうの、ガチで宣伝をしないとやばいな。本当にやばいんですよ今みんな。本当に分かってますか、この状況やばいんですよ本当に。なのでみんな助けてください、私のことを。よろしくお願いします。一人の悲しい女の子を、あー落としちゃった。助ける、助けるじゃない。支えると思ってみんな、やってくれると嬉しいです。よろしくお願いします、本当に。ということで、縦画面になってしまったのでね、終わりにするんですけれども、この改善策は、いつになったらあるんですか。ということで終わりにします。どうしようかな、明日カラオケしようかな。何がどうやばいの、人が来てくれなくてやばいの。超単刀直入に言うと人が来てくれなくてやばいです。お願いします、本当に。
そう、一番安いのは500円なので。よろしくお願いします。え、明日カラオケ配信しようかな、どうしようかな。あのカラオケ配信っていうのはショールームでのカラオケ配信のことね。実際にカラオケに行ってカラオケするわけじゃなくてね。え、どうしようかな。明日は、え、本当に明日はでも夜配信できるはずなんだよな。明日の9時とかどう？みんなどう思う？相談。10時？ 9 時？ 9 時でいいよね、多分。9時半とかにする？どうしようかな。まあ9時だな。9時。よし、決めた。明日の9時から配信しよう、ショールーム。っていうのを今日、今からツイッターで宣伝するから、ちょっと。で、最初に、カラオケに来てくれた人に最初に、とりあえず最初に宣伝しよう。一曲やったら絶対宣伝しよう、すぐに。よし、決めた。10時過ぎがいい。10時過ぎはちょっとさすがに遅いな。9時半でいい？ 9 時半にしようかな。ワンマン絶対に来てほしい、カラオケ放送します。題名決まった。うん、よし。明日は縦画面にならないでほしいなってことを祈りながら9時半スタートします。よろしくお願いいたします。じゃあね、みんな。ちょっと短い時間だったけどごめんね。縦画面になってショールームに文句言ってね。バイバーイ。あ、待って、あともう一個。みんな最近全然私のことつぶやいてくれてないから、ちゃんとエゴさしてるのでいっぱいつぶやいてください。バイバーイ。